愛知機関区は愛知県稲沢市下津町にある日本貨物鉄道の機関区である。東海道本線の清洲駅稲沢駅間に隣接する。JR 貨物の電気機関車、ディーゼル機関車、他社、来年期間の検査修繕業務を行う。所在地は愛知県稲沢市下津町あざ南なである。敷地の中ほどには6000を備える研修庫があり、交番検査。 台車検査、重要部検査が施行される。西側より、貨車用の1.2番線、電気機関車、ディーゼル機関車を、在室型状態で検査する3.4番線、リフティングジャッキを備えた5.6番線となっている。敷地北側には、3線を備える、資業庫があり、電気機関車やディーゼル機関車の仕業検査を行っている。敷地南側には、 検索校2線備えている。稲沢派出は、敷地中ほどの研修庫の北東、稲沢線上り線の外側の用地に設置されている。重要部検査、全般検査の際に、機関車から取り外されたディーゼルエンジンが、機関区、車両所から搬入され、整備を行う。主な業務は、軸所属の電気機関車については、仕業検査、交番検査、 台車検査及び臨時修繕を担当するほか、各種化車や内燃機関の研修を行っている。愛、愛知を意味する愛から構成される。2021年3月現在の所属車両は以下の通り。電気機関車、ディーゼル機関車以前は西浜松駅に常駐していた車両が日本車両の公衆輸送を行っていたが、2019年3月のダイヤ改正で、 西浜松駅での入れ替え作業は担当しなくなり、日本車両からの公衆輸送の際は、公衆輸送がある前日に東急管区がある稲沢駅から短期改装されることになった。またベータンなどに頻繁に来送している。ありがとうございます。